呼吸が汗なっては思うね。はい。えー、こんにちは、岡田です。えー、今日はこの方に来ていただきました。えー、ちーちゃんです。はい。こんばんは。こんにちは。よろしくお願いします。はい。お願いします。はい、えっ、ー、とですね、早速なんですけど、うんうん、はい。えー、今回は、まあ、ちょっとシリーズスタートって感じで、うん、はいはい。ひもての、ひもて男性にありがちな、うん、うん。 言動はいっていうものをまあ、うん、集めたので、うん、ちょっとそこに対してご意見いただければと、うん、なるほどはい思ってるんですけどはい、はい、えっとまず一つ目今日のテーマなんですけどひ、うんえー、もて男性にありがちな言動、えーうん、<laughs> 動きがなんかカクカクしてる <laughs> わかるすごいわかります何なんですかねいます 見ます。いっぱいいますよ。いいっぱいいる。いっぱい見る。なんか電車とかでも見ますね。うん、あ、なるほどね、うん。もうなんか赤の他人でも、あこの人モテないだろうなってのがわかるぐらいカクカクしてる。<笑><笑>あれ、女性にはいないですよね、うん、あんまり。確かに、男性だけかもしれない。ね、あれ、男性でしかも、日本人男性、うん、ああ、そう、だと思います。ね。 確かに海外で見ないかも、ああいう人って。海外の方って、あんまり、うん、韓国の方もあんまりいらっしゃらないうん、堂々としてますよね。堂々としてますよね。うん,うん、うん。何の話なんですかね。<laughs> あれ、まあ、か、か、悪いやつじゃないんでしょうけどね。いやー、そうそう、そう、多分ね、悪い人じゃない、確かに。 でもやっぱり旗から見てて、あー、キモいなーって思っちゃいますね、えー。ちょっと頼りないですもんね。本当、えー、やっぱ挙動しに見えるし。そっかそっかそっか。不思議だね。悪い、悪いやつじゃないんだけど怪しいんだ、ねそう。そうそうそう。私本当にこの間電車に乗っていて、うんうん、隣の人がカクカクだったんですよ。うん、<laughs> で、こうじあ、でも携帯を見てるけど、なんか視界にやっぱ隣の人って入るじゃないですか。うん、はいはい、入りますね。で、別に自然の、 って別に何にも気にならないけど、なんかカクカクしてる人って、目の端で捉えてもやっぱキモいんですよ、なんか。<laughs> な,なんかもぞ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 そう、なんか出したりしまったり、<ー>なんかあとちょっとこう、ちょっと触れちゃう時があるじゃないですか。かいは,いは,いは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 い。となんかバッて、ものすごい勢いで引いたりとか。ああ、わかるわー。過剰反応っていうんですかね。<laughs> うん、僕は違いますよ。違いますよ。そう,そうそうそう。そう <laughs> それがう怪しいんだっつうのっていう。ああ、なるほどね。 そう。うあれ、ちょっとキモいなって思っちゃいますね。常に意識が外に向いてるの。なだるあ、そうかも。ねえ。なんかそう、意識しすぎなんだよな、ああいう人って。そうなんだよね。不自然なのか。うそ,うそうそうそう。そうあの、初めて慣れないスポーツをした時とかも、あ<ー>なんか、<laughs> ね、こう、動きが堅苦しくなったりするじゃないですか。そうか、無駄に動いちゃったり。 運動が苦手な人のバスケみたいな感じになっちゃったりするんですか。あれに近いのかな。ああ、確かにそうかも。っていう。なんかあれって、うん、やっぱもう、意識してこう無駄な動きをなくすしかないんですかね。ね<え>、うん、あのー、ああいう人見てて共通して思うのは、はい はい。なんか、やっぱ呼吸が浅いなっては思うね。ああ、なるほど。それはちょっと、新しい見方ですね。呼吸が浅い。うん,う,んう,んうん、うん、うん。だから、こうす、一個一個がこう、はっ、っ、っってこう、なんか、なんて言うんでしょう、ね。ああ、でもそうかも。も思いついたように動くみたいな。<ー>うん落ち着きなかったりする人って、確かにそんな、 呼吸ゆっくりしてる人いないですもんね。あの、フルコンボの人ってさ、電車とかに乗っててもさ、降りるときにさ、なんか、あ、あ、あ、降り、あ、あ、違う、あ、違う、あ、違うか、あ、違うかって、一人ごとも含まれるよね。言って戻ってきて一人ごと言ったりする。そうそうそう。ほんとイラッとしますね、ああいう人は。あれはイラッとするね。でも、普段はそうじゃないけど、その、綺麗な女性って、 を前にするとそうなっちゃう人も男性も方が多いですよね。なんかやっぱ合コンとかで、こっちがこう結構美女揃いで行くとするじゃないですか。 そうすると、なんか多分さっきまでこう、私たちが来るまで普通になんか男子でわちゃわちゃしてたのに、来た途端、どうしたのってぐらい挙動しになっちゃう人がやっぱいますもんね。なるほどね。急に目合わさなくなっちゃったりとか。あれはもうバカず踏むしかないんですかね。バカず踏むしかないのかなそれともなんか。ううんん 全部諦めるうん。えどういうこと <laughs> いや、要は、あれでしょ、多分さ、人によく見られたい。ああ、そう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 。って思って不自然になるわけじゃん。そっか。それはもう捨てる。うん むしろ相手の穴を探してやるぞ、いああ、でもそうですね。多分女の子とかってそういう見方だから余裕なのかもしれない。そうだよね。うん。観察してるもんね。そうそう。あ、これちょっとそっか観察されてるっていうのを感じるから。うん。余計にそっか。なっちゃうんだ。になっちゃうのか。モルモットみたいになっちゃうんだよ。 実験台みたいな。<laughs> うん。だから、逆に。なるほどね。逆に、そう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 ,そう。うんう,んう,んうん。もう、なんでしょう。化粧の荒探すぐらいでいいんじゃないですか。でも、ほんとそう。なんか、やっぱ、こ、うん、人って、高校終わって後日、例えばデートとか行った時に、うん、隣にいた子めっちゃなんか化粧濃かったねとか。うん,うんうんうん。やっぱ落ち着いて人を見てますもんね。確かに。 うん、ちょっと雑なとこ気づいたりとかね。そうそう,そうそうそう。あ,あの時あれはないよね、とかね。うそうか。そういう視点で行けば、うん、ちょっと心に余裕ができるかもしれない。じゃあ、電車なんかでは、そういうカクカクしちゃう人は、うんうん、逆にカクカクしてる人探せばいいんだ。<laughs> あそういうことか。 あ,あいつ、キモいな。俺も洗ってないかなっていいな。そうそうそう。なんか、な <laughs> 俺、ちーちゃんとも話してても思うんだけど、<laughs> はい、いつも。はい。なんか、こう、リラックスできてる人って、うんうんうん。常に変な人探してる共通点があるよね。<laughs> 私だ。<laughs> なんか、うわ、キモって言うくせに、うん。でも、どっかで、ちょっとその変な人を探してるっていうか、うん、求めてるっていうか。ああ、でも、そうかも。ネタを探しちゃってる気がする。ね。 ああそうだ。だから意識が下手に自分に向かずに、こうリラックスして周りを見てるんじゃないかな、うん。なるほどね。うん<ー>。肝 <laughs> い人探しをすればいいんですね。うん、多分それがいいよ。うんうんうん、うんうん、そうするとさ、こう人の振り見て、うん。いつの間にか自分も治ってくると思うから。ね、あなるほどね。<ー>やっぱ自分に意識を向けなくて、外に、 そうそうそう。中高の時からやっぱ気持ち悪い先生のモノマネするやつと、うん、そういうのに気づかないやつっていたじゃん、やっぱり。<laughs> なるほど。うんうん。そうかそうか。やっぱ気持ち悪い先生の動きとか、話し方とかを、やっぱそこでアンテナ張っちゃう人ってどうしても多分落ち着いちゃうと思うんですよね、人を。そうですね。<ー>冷静に見ちゃってるから。うん、そう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 。点数よくてもこれはねえなってなるじゃん、やっぱ。<laughs> 確かに。だからちょっとそういうところをね、意識するっていうことをちょっと振り入れてみてください。うん、まずやってみてほしいですね。うん、だから、まとめると性格悪くなれってことでいいですか <laughs> とまとめすぎじゃないですか。ちいちゃん、ちいちゃんを模倣して性格悪くなりましょう。ちょっと、ちょっと。いいまとめができたじゃない。みんな納得のまとめが。<laughs> まあやっぱ斜め上から見た方がいいってことですよね。まあそういうことですね。うん,うん、うん。人の目気にするなら人の荒探せということで。そう、そういうことです。いいと思います。はい、では、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。<music> ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録お願いします。